実は私たち、あなたのことを入学前から知っていたんです。名士と呼ばれた父君の後を継ぐ形でチームアスケラのトレーナーになったあなたのことを。ここまで無敗、さらには初重賞制覇、おめでとうございます。やはり今後はクラシック三冠路線に進まれるご予定ですか？ええ、もちろん。皐月賞、日本ダービー、菊花賞、三冠レース全てで必ず勝利し、一流と称するにふさわしい結果を必ずお見せいたします。どうぞご期待くださいませ。来年のクラシック三冠には新時代の天才トレーナー率いるスペシャルウィーク陣営も出走を表明しています。チームアスケラこそかの天才チームのライバルであると見る向きも多いようですが、勝つ自信は終わりでしょうか？すが、偉大なるトレーナーのお父上、そして名馬娘のお母上に続く二世コンビのご活躍に心より期待しております。日本ダービー、いよいよね。ちょっとどうしたのよ。本番前にそんな顔しないでよねえ。失礼します。キングヘイローさん、お時間です。パドックへとお越しください。日本ダービー、いよいよスタートです。夢の栄冠に向け18人の馬娘が一斉に駆け出しました。勝たなきゃ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 、私どうして私こんなところに。嘘、頭白になってた。スペシャルウィークだ、スペシャルウィークだ。後ろを大きく引き離してスペシャルウィークだ。ゴール、栄光の日本ダービー、日本ダービーをスペシャルウィークが掴みました。2番人気に押されましたが、キングヘイローは14着惨敗。デビュー以来初の逃げを打ちましたが、残念な結果に終わりました。おい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 、何や
ってんだよ二世コンビ。天才トレーナーチームにボロ負けじゃんか。っていうか、なんで逃げたの？かかっちゃった？それともトレーナーの指示？いずれにせよ、これはちょっとね。所詮、二世はただの二世か。チームアスケラの記事、今日もないわね。ま、あっても最近はボコボコに書かれるだけだったんだけど。ヘッポコ二世コンビの珍道中にも世間はいよいよ興味がなくなったってわけね。には特別にキングの新たな道を支える権利をあげるわ。申し上げます。正直平坦な道ではなかったのですが、ここまで諦めずに走ってこられて、とても嬉しく思います。とても強く心を打たれました。あの会見でのお二人のご様子には本当に強く。実は私たちあの日の会見を街頭ビジョンで見てたんです。しかも偶然お隣同士で。私もシーザリオもそこで心が決まったんです。いつか絶対キングさんとトレーナーさんのいるチームの一員になりたいって。掲げた夢を決して最後まで諦めない。どんなに傷ついても苦しくても掴むために走り続ける。そして道はいつも共に二人三脚で切り開いていく。そんなお二人の姿に心から憧れたんです。ですから私とクラフトは
チームアスケラを選びました。このチームしかないと、その一心で。トレーナーさんとなら絶対諦めずにいられる。最後に夢をつかむまでどんなに苦しくても走り続けられるって。まったく、何を話しているのかと思ったら、あなたね、もうちょっと胸を張るべきよ。期待され準備された道からは弾き出されたとしても、名馬娘の子らしい、名トレーナーの息子らしい結果は残せなかったのだとしても、私たちが、私たちらしい、私たちにしかできない一流の結果をつかむことができたのは誰のおかげだと思っているの。私が顔を上げて走り続けられたのは、どこの誰がしぶとく隣にいてくれたからだと思っているのよ。トレーナーさん、ありがとうございます。改めてよろしくお願いいたします。